どうも影やんです。今日はですね、自己肯定感を上げるということについてお話ししたいと思います。近況報告としましてですね、昨日ね、空手道場に行ったんですけども、昇級試験のね、結果が出ました。で、結果が出てですね、僕が前が3級歩というところからですね、1級ですね、1級にこう昇級させていただきました。ということで、次は、段になるんですね。初段の方へこう向かっていくというところで、自分としてはまだまだなんで、これはもうちょっと時間をかけてこう、黒帯を目指していく形になる。まあ1年はかかるでしょうね。あと1年だから来年の12月の試験で初段の、どういうんですかね、初段法ぐらいですかね、初段制、本当の初段じゃなくて初段の一歩手前ぐらいのところになっていっていって受ければいいかなと。だから帯としては一応黒帯の形になるんかな、その辺までこう1年後に行けたらいいかなというところを思います。で、こう思ったよりこう早い段階で1級になったかなというふうに考えてます。うん、だからもうちょっとねこう時間がかかるかなと思ったんですけども、まあ、そういうことにこう甘えることなくね、しっかりとこう日々ね、訓練をこう重ねていってですね、その黒帯にふさわしい状態を自分でね、これはもうその武道のその体の動きだけじゃなくてね、内面もね、そういう黒帯の方にこう近づけていくということをこれからしていかないとね、黒帯にふさわしくない、ふさわしいとあんまりね、そこにこうあまりこう構える必要はないですけども、それなりのねこうレベルには持っていきたいなというふうに考えております。で、今日のね、自己肯定感を上げるということなんですけども、やっぱりね、自分のこうどういうんですかね、人生というかそういうものがこう面白くなっていくためにはですね、自己肯定感を上げる方がいいと思いますね。自己肯定感が低い状態で、何かがあると自分のせいにしてしまったりとかね、こう全部自分が原因でこうなってるんやということになるんですね。何かこう悪いことが起きるとっていうことで、なると、あまりこうその考え方はよろしくないかなと思いますね。もちろんね、自己責任論って言って、その自分がこう、何かをしたい時の結果が思うように出ない時に、それを人のせいにするんではなくて、自分が、責任、自己責任であると、いうことで、こう自分をこう高めていくっていうことをするのは、もちろんその考え方でが必要なんですけども、そういうことではなくてね、自分はもう例えばこうできないやつやとかね、何をやってもできないとか、こうあかんやつやと思ってこう行動するのはこうよろしくないかなというふうに考えます。その自分のこう自己肯定感はもう上げたら上げて、そのあんまりそのなんか天狗になったりしたらそれはダメですけども、ダメっていうかその見苦しいかなと思いますけども、ある程度自己肯定感を上げた状態でこう臨んだ方がね、まあ自信を持ってというかね、こう堂々とというか、そのしっかりとその活動ができると思うんで、その辺はこう上げていくようなことをしていった方がこういいかなというふうに思います。で、まあ、自己肯定感を上げるためにね、こういろいろとこうあると思うんですね。その自己肯定感を上げるためにというので言うとですね、やっぱりその感情ですよね。感情というか、自分の感情をこう安定させる、それもね、ちょいポジティブ寄りに安定させる状態を保っておくということですね。ネガティブ寄りじゃなくてポジティブ寄り、まあまあほとんどニュートラルでいいんでしょうけど、ちょっとポジティブに寄った方がいい。ポジティブすぎるとですね、あまりそれはちょっとこうイケイケになりすぎて良くないこともあるんでですね、ちょっとポジティブ寄りということですね。まあ野球の打率でいうと3割5厘みたいなね、ちょっとこう分かりにくいかもしれないですけども、それぐらいの感じがいいかなというふうに思います。ほんでこうそうですね、その感情をねこう安定させるためには、
自分の健康状態をこう良くするということですね。でその健康状態を良くするためにはやっぱ睡眠となってくるね、睡眠をしっかりとれる方がいいと。で、ショートスリーパーの方は別に問題ないんでしょうけども、やっぱり寝なしっかり寝ないとっていう方はしっかりと寝ていただいてっていうことですね。で寝るためにはですね、副交感神経ですね、自律神経を整える状態ですね、これを作っていただくと。で自律神経を整えて副交感神経を優位に働かせることができるようにしてですね、で睡眠をとると。あとは呼吸ですよね。呼吸をこう深い呼吸をする。で吐くときにこう長い息を吐くような感じで、歩くんであればゆっくり歩くと副交感神経が優位に働くということでですね、そういうことでこういろいろとこうやっていくと、やっぱり最終的にこう突き詰めると睡眠をしっかりとるというところになってくるかなと。で質の良い睡眠をとることができると感情も安定するんでですね、自己肯定感も上がっていくと、高まっていくと。である程度安定した自己肯定感でこう生活することができるんじゃないかなというふうに感じます。ということで今日は自己肯定感を高めるについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。